オアシスは、イギリスマンチェスター出身のロックバンド。1991年結成。2009年解散。メインソングライターの兄、ノエル・ギャラガーとボーカルの弟、リアム・ギャラガーのギャラガー兄弟を中心に1991年に結成され、全世界でのトータルセールスは7000万枚以上を記録している。バンドの各はギター及び主なソングライティングを。 担当したノエルとボーカルを担当したリアムのギャラガー兄弟。同じく労働者階級出身であるビートルズを大変敬愛している。コンサートでは、アイアムザ・ボォルラスやヘルター・スケルターなどビートルズの曲を頻繁にカバー、演奏したほか、リアムがジョン・レノンのワーキングクラスヒーローみたいな曲があると公言もしている。ビートルズの影響は作品にとどまらず、 スキャンダラスな言動も常にロックファンの注目を集めた。音楽メディアによって中流階級出身のプラーとは何年にもわたって比較された。ファッションにおいてはパンクロッカーは切り裂かれた T シャツなど反社会的とされる格好だったがオアシスはウィンドブレーカーやジャージといった労働者階級の普段着を着てライブやインタビューに臨んでいた。音楽性とは別に バンド内のいさかいも有名であり、たびたび解散の噂が流れた。特にバンドの核であったギャラが兄弟の中の悪さを示すエピソードは、媒挙に暇がない。口述の解散の理由も、兄弟の中互いが少なからず影響している。2009年8月に、ノエルが脱退を表明し、活動休止。2010年、残されたメンバーは、新バンド BDI を結成し、ノエルは、 ソロプロジェクトノエル・ギャラガーズハイフライングバーズの活動を開始した。ありがとうございます。